はい、こんにちは。長野のドラマーの木下です。一番大好きな島津の軒口の話をしたいと思います。徳川軍の福島正憲だとか井伊直政、本多忠勝といったいわゆる武闘派の武将に非常に尊敬されていたのが島津義弘ですね。その話をこれからします。豊臣秀吉が亡くなった後にですね、豊臣秀吉のその政権の中で一番力を持っていた徳川家康がですね、天下を取るために動き出します。石田三成はですね、豊臣秀吉の側近として活躍していた人なので、人望だとか、いろんな場面で非常に劣っていたんです。毛利輝元を大将ということにして、武将を集めて合戦のために動くんですが、当然ですね、島津家にも合戦に参加するように通達が来てるんです。この時島津義弘は京都にいたんですが、徳川家康からも石田三成からも参戦するようにっていう通達を受けるんですね。島津義弘は京都にいたんですが、その時に京都にいた兵っていうのはわずか200だったんですね。そこで島津義久ですね、島津家のその時の当主は長男義久だったので、義久にですね、軍を送ってくれっていうふうに頼むんです。ところがですね、九州本土にいた島津義久は援軍を一切出さないんですね。まあこれ天下分け目の合戦っていうこともあって援軍も出さなかったのところもあると思うんですけど、仕方がなかったので島津義弘はですね、当主義久の軍ではなく個人的にですね、家臣に向けて一筆したためるんです。その時の内容がですね、身分にたがわず自由に参上せよ、忠勤を励むのはこの時である。劇文を見てですね、すごいことにその九州から個人個人でですよ、個人個人で海を渡って京都 の島津義弘のところまで人が集まってくるんですね。もともと200しかいなかったんですけれども、結果的にですね、関ヶ原の戦いの直前に1000人ぐらい集まります。この時の島津義弘は一人一人にですね、ねぎらいの言葉をかけたって言われるんですが、島津義弘はですね、石田三成と徳川家康と両方にこうつながりがあったっていうことなので、徳川方にです、ね、入場を拒否されます。で、仕方がなくその石田三成の方についたっていう話になってるんですが、おそらくこれ嘘だと思います。実際のところはですね、豊臣秀吉に降伏した際に領土を確保したかったんですけど、その間を取り持ってくれた石田三成に義理立てをして1000人動かしたんだと私は思ってます。石田三成の西軍に参加するんですが、この時ですね、島津義弘の案が採用されなかったり、島津軍のですね、その1000人を置き去りにして逃げてしまったりということを石田三成がやるので、関ヶ原の戦いが始まる頃にはもう島津義弘は石田三成の西軍の方に全く気持ちがなかったんじゃないかって言われてます。実際にですね、関ヶ原の戦いが始まるんですけど、合戦が始まっても一向に島津軍はですね、自分の陣地を守るだけで全く動こうとしません。どういった状態でその島津義弘が陣を敷いてるのか見てもらいます。こんな感じになってます。で、この状態で合戦を始めてですね、この島津の陣をずっと守ってて一歩も動かないんです。ところが、午後になってですね、小早川秀明が寝返りをして、石田三成軍は敗走を始めてしまうんですね。追っ手がついて、島津軍の真後ろにも敵、横にも敵、正面にも敵っていう状態になります。ここにですね、徳川家康の本陣が動いて突っ込んでくるっていう状態に なって完全に敵の中に孤立してしまうんです。島津義弘方の軍の人数っていうのが300人にまで減ってしまっています。まだこの孤立した状態でも島津義弘は微動だにしないんですね、動こうとしないんです。これはなぜかというと理由があるんですが、
もう負けが確定してしまっているので、逃げたらですね、石田三成と同じように逃げてしまったら、これはお家の直れってことです。島津義弘は逃げた、そういうことお面をかぶってしまうので逃げられないんですね。じゃあ、徳川方に、突っ込んで戦うかっていうと、次の天下人はもう徳川家康だって決まってるんです、もうこの敗走の時点で。ですから新しいその天下人に刃を向けることをしたらですね、お家取り潰しです。わかりますか、その逃げてもお面をかぶる、攻撃をしてもお家取り潰し、つまり動けない状態になるんですね。この状態に陥った島津義弘はひとたびその自陣をすることを考えます。ところがですね、家臣たちがそれを止めるんですね。一応島津義弘の甥っ子がいるんですけど、島津豊久っていう、彼は非常に、ここに出してますね、島津豊久、まあこれ絵なんですけど、実際の島津豊久は非常に美少年だったそうです。甥っ子だとかその忠義の心がですね、腹を切ろうっていう島津義弘をみんなで止めます。で、島津義弘はその思いとどまってですね、その後にこう言うんです。家臣にこう聞きます。敵は伊豆方が猛勢か。家臣はこう答えます。東寄りの敵もってのほか猛勢。これに対して島津義弘はこう答えます。その猛勢の中に愛がけよ。こんな感じですね。まあつまりですね、敵の勢いはどっちが強いんだ、東の方が非常に強いです、じゃあその中に突進しろっていうんですね。これすごいです。もう一回見せますけど、こういう状態で完全に孤立してるんですけど、徳川方にですね、突撃しろって言ったんですね。まあ島津義弘がどういう考えでその突撃をしたかっていうのは後で分かりますけど、とりあえず最後まで見ていただければ分かります。この時にですね、どういうふうに突撃したのかって多分出てないと思うんですけど、突撃する時に陣形を取る陣形っていうのは決まってます。魚鱗の陣って言います。真ん中に島津義弘を配置して、重要人物っていうのは両脇につきます。先頭の人が突撃するんですけど、これすごいですよ。前の人がやられて負傷したり、傷を受けたり、助からないっていう傷を受けるとですね、その人の、体を踏み越えて後ろにいる人が今度先頭になります。そうやってですね、何人やられても後ろの人が今度は自分が前、今度は自分が前っていう風に、絶対にその陣形を崩さないように突進します。島津義弘の島津軍はですね、その魚鱗の陣で、敵中を突破しようと徳川家康 のところに近づいていくんですが、私兵となったその、まあ、何人こう刺されても絶対に下がらないで突進してくるわけです。その様子を見た福島正則はですね、あれに手を出してはいけないって言って攻撃をやめさせるんですね。そのまま島津軍は徳川家康の眼前まで迫ってきます。この時の徳川家康はですね、その島津軍の突進を見て馬から降りてですね、腰に下げてた日本刀をこう抜いたって言われてるぐらいに本陣に迫ってくるんです。ところが、ここにありますけど、直前まで迫ったら街道沿いに方向転換をして一気に逃げるんですね。で、ここからがすごい話なんですけど、当然その島津の軍っていうのは、突撃を開始した時に300人ぐらいしかいなかったので人数減ってます。この島津軍をですね、打ち取るために NHK でもやってましたね、女城主井伊直虎です。直虎の息子に井伊直政っているんですが、この直政が徳川の赤備え を率いている筆頭です。この井伊直政だとか本多忠勝っていうような武将がですね、
追っ手につくんです。九州島津の次男義弘はですね、これをなんとかかわそうと逃げるんですが、この時に尋常でない戦法で戦います。これがですね、捨てがまりというんですけども、全滅するまで敵の足止めをして、全滅 してしまったらまた次っていう風に10人ぐらいずつこう少しずつ全滅、死んでこいって言うんです。で、敵の足止めをしてっていうことを何度か繰り返すんですね。この捨てがまりっていう戦法で逃げ切ってしまうんですが、島津軍っていうのはですね、非常に鉄砲の配備率が高かったので、ほぼ全員の武将が鉄砲を携帯しています。ですから10人の兵がですね、足止めのためにこう出ると、まず射撃をするんですけど、立って撃つよりも、ライフル射撃と同じで座って撃つ方が命中精度が上がります。まあ寝て撃つってことはしなかったと思いますけど、座ってですね、全員がその敵をギリギリまで引き寄せて射撃をして敵を撃ちます。で、あとは槍だとか、刀だとか持っていた武器で、まあ自分が死ぬまで敵の追撃を阻止するんですね。で、この捨てがまりという戦法で、義弘は逃げ延びます。で、この後ですね、石田三成に妻をですね、人質に取られていたんですが、大阪まで逃げてですね、その妻は人質を奪還して九州本土まで逃げ延びます。で、もともと突撃した時に300人だった兵士がですね、わずか80人まで減ってます。これが島津の軒口というんですけども、想像を絶するその退却劇なんですね。最初の時に言いましたけど、なぜその方法を取ったのか、家康の直前まで突撃して方向転換して逃げたのかって、ここなんですね。つまりその単純に逃げてしまっては島津家の名を、徳川家康に刃を向ければ、お家取り潰し、そこで島津、義弘がやったのはですね、家康の直前まで突進してやろうと思えば首は取れるよっていうところまで見せておいて、それをしないで逃げるわけですね。したがって武勇を広めた上にですね、退却をしてみせるっていうことを同時にやってのけたんです。もともとですね、島津義弘はその武勇伝がすごかった人なので、追っ手についた井伊直政だとか本多忠勝、福島正則、そういった人たちが尊敬してたんですね。だからそういうこともあって逃げられたっていうこともあると思うんですが、ちなみに井伊直政なんですが、この島津の軒口の際にですね、敵から受けた攻撃で2年後に実は亡くなってしまうんですね。まあそれほど、九州島津軍っていうのはすごかったんです。で、気になる島津義弘の人物像なんですけど、非常に文化人だったそうです。医術、茶の湯、学問、そういったもの全てに通じていて、非常に家臣に愛されていたそうです。義弘がですね、亡くなった時に殉死禁止令っていうのが出るんです。後を追って腹を切るなっていう通達が出たにもかかわらず、腹を割って後を追った家臣が13名いたそうです。義弘の人物像なんですが、非常に愛妻家です。非常に愛妻家で、家庭を大事にする人だったんですね。これが朝鮮出兵の時に参戦してるんですけど、妻に向けて手紙が残ってるんですが、内容は簡単に言ってこうです。もし私が討ち死にをしてしまったら、残されたお前と、子供がどうなるかと思うと涙が止まらない。もし私が討ち死にをしたら、お経を1万回読んでくれるより子供たちのためにも強く生きてほしい、そういう手紙を送ってるんですね。これ分かると思いますけど、
軒口の時にもですね、島津義弘は最初にまず自陣しようとするんです。決して勇猛果敢で我々がイメージするようなですね、非常に強いスピリットを持った人間っていうわけではないんですね。朝鮮出兵の役でもこうやって自分が死んだらどうしようって涙を流すタイプの人なんです。敵陣の中で孤立したから、ああもうダメかもしれない、腹を割って、潔く自害しよう、最初はそう決断するんですね。ところが周りにいた人たちがそれをですね、サポート、協力にサポートするんです。なぜ、じゃあ周りの人たちにそれほど慕われてたのかっていうとですね、主従分け隔てなく対等にですね、お付き合いができる人だったんですね。朝鮮出兵の役で暖を取ったんですけど、冬だったので非常に寒かったんですね。その時焚き火を焚いて暖を取るんですけど、自分は身分が上だからっていうようなことをしなかったんです。分け隔てなく全員同じように火に当たれって言って当たったんですね。そのせいもあってか他の、軍ではですね、投資者っていうのが続出したんですが、島津軍にはその投資者が一人も出なかったんですね。どれだけこの人情があるかっていうことなんです。家臣にですね、子供が生まれたっていう話を聞くと、島津義弘はですね、父母ともに、一月後に館に招き入れます。館に招き入れるっていうこと自体がまずないと思うんですけど、小綿からなりって言って、その家臣の子供を自ら抱いてですね、祝福するんですね。子供が成人するとですね、こう言うんです。父親が、功績のあった人だったら、お主は父親に非常によく似ているので、父に劣らず勤めに励めよ、そういうことを言うんですね。父親に功績が一切なかった場合はこう言うんですね。お主の父親は運悪く功績はなかったが、お主は立派だから勤めに励めよ、そういうことをですね、生まれた子供たちが成人すると一人一人に声をかけたっていうんですね。これは言われた方は頑張っちゃうと思います。だから非常に本人がですね、人情味があって一人一人にこう目を向けて声をかけたんですね。ですからその関ヶ原の時に劇を飛ばしたら800人わざわざ京都まで海を渡ってくるって、なんとなくわかると思います。晩年の話をします。晩年の島津義弘は衰えてしまってですね、一人で歩くこともできず、食事も取ることができなくなります。ところがですね、なんとか家臣がその島津義弘に食事を取らせようとするんですね。で、取った方法なんですが、食事を置いてですね、こう言うんです。殿、戦でございます。そうするとですね、城下から、時の声が聞こえてきて、それを聞いた島津義弘は目をカッと見開いてですね、通常では考えられないような、量の食事を取ったと言います。これすごいんですけどね、この話、城外で時の声がするって分かりますか。この話、城下にみんなスタンバっててですね、島津義弘に大声をこう投げかけるんですよ。城下の民全員の声が自分の耳に聞こえてくればですね、島津義弘はそりゃ食事も取ったと思います。ですからその戦国時代のですね、武将ってどんな人たちなのかなって思うと、非常に人情味があって一人一人に目を向けることができる人たちだったわけですね。ですからその目をかけられた人たちっていうのは、その人のために命を落としても頑張ろうって思えたんじゃないかなと思います。じゃあ今回はこれで失礼しますね。